どうも。我がジャイアンツは2週間後北海道シリーズで再び中日ドラゴンズと対戦するが、その第一戦の先発をここで命じておく。酷なようだが、今のジャイアンツではお前抜きで優勝を狙えるほどの余裕はない。先に北海道に乗り込んでもよし、だが先発投手として必ず札幌丸山球場のマウンドに立つんだ。 V2 達成のために。もしそれができないのなら、今シーズンはもうジャイアンツのユニフォームを着なくともよい。もう12時、おかしいわよ。どうもやけになって家出したんだわ。警察に電話しといた方がいいんじゃない？お母さん、落ち着きなさいって。そんなこと言ったって。あ、もしもし、ドーム、どこにいるのよ。え、北斗星に行った？違うよ、北斗星に乗ったの、北海道行きの。北海道？そう、藤田監督が先に行って次の登板に備えろって。次の登板って、あんた打たれちゃったんだから。ドーム、お金はどうしたの？ちゃんと球団の人から渡されたから心配ないよ。じゃね。あ、ドーム。単にドーム君が自滅しただけです。知らず知らずのうちに自ら滅びの道を。くそ、たった2週間のうちに新魔球を編み出せってことか。キャー、悪いね、いただいちゃって。旅は道連れ、世は満足じゃ。私たちね、北海道の親類の家に行くの。あなたは？俺もだよ。やっぱり親類の家に遊びに？ちゃうちゃう、俺は仕事、仕事で行くの。でもさ、全然スケジュールがなくってさ、困ってんだよな。小学生なのに？どんなお仕事？俺、実は俺、あなたジャイアンツのドームくんにそっくり。そう言われない？そうだね。そういえばドームくんって魔球4号をめった打ちされたショックで行方不明になっちゃったんだって。情けない、男のクズよね。ねえ、そう思わない？その通り、あんなやつはプロじゃないね。俺そっくりさんとして恥ずかしいぜ。都会じゃん。あー、先にホテルに電話しとこ。巨人軍のホテルは確か。あ、なんだよ。すみません、急いでるもんですから。失礼。あー、もしもし、大変なんです。実は、そうなんです。なんだよ、この匂い。おー、やっぱ北海道はこれそうねえ。どこ見て歩いてんだ。そりゃこっちの言うセリフだよ。何を？はあ、お前ドームだろ。ジャイアンツの新庄ドーム。そうだと思ったよ、やっぱりな。ドームのバカ野郎。何？なんで落合なんかに打たれたんだよ。おかげで巨人優勝できないかもしれないじゃないか。お前なんか嫌いだね。大嫌いだ。文句あっか。文句？あー、すっきりした。ブブ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 。待ってこの、ま、こら、マリオ。救急車、誰か！ああ、苦しいよ！お家に帰ってお薬飲まない
取り除いた。ニーモーニーモーニーモー、こっちこっちこっち、本当にこっちこっち、今度はどっちだよ、こっちこっち、痛い痛い痛いよ、ほら、一文なしで助かったよ。そうそう、俺ケンジってんだ、よろしくな。おいケンジ、俺すっごく忙しいの。悪いけど旭川まで送ったら俺札幌に戻るからな。え、ひってえ、こんな小さな子供一人で放り出す気？誘拐されたらどうすんだよ。俺今悪い奴らに追われてんだぜ。見ただろ、二人組でさ。悪い奴ら？皆さん、ジャイアンツの新庄ドームは、よしくれよ。子供をいじめますよ。着いたぜ。どうすんだこっから。バスに乗るの。どこまでだよ。あそこまで。あそこってな、何？おいケンジ、お前こんな山奥から一人で札幌に出てきたのか。そうだよ、文句ある？え、わかった。お前家出してきたんだよ。だけどうちが恋しくなって。おまかすな。次はロープウェイだ。お前ひょっとして俺を出しに観光してんじゃないだろうな。違うよ、本当に俺んちこっちなの。北海道で一番高い山の旭岳だ。旭岳ってことはここはどこだか知ってる？どこって？勉強できなさそうだからな。ここは大雪山さ。大雪山か、俺ぐらい知ってる。おい待てよ。霧が濃くなってきたな。ここは霧ヶ山って言うんだぜ。それに大きなクマが出るから気をつけてくれよ。え？ああ。怖いんなら帰ってもいいぜ。冗談言うな。待てよこら。立て替えた切符代や弁当代返してもらわないと困るんだよ。なんだ、お金目当てでついてきたの？あったこん。死だ！死んだ。おお、ケンジ、無事だったか。ちっちゃん。ちっちゃん？いや、それはケンジが世話になったな。あなに、ちょうどケンジの母親から電話があってな。迎えに行くところだったんじゃよ。この家にはじっちゃんしかいないの？ああ、わし一人じゃよ。ケンジのお父さんとお母さんは？ああ、今は札幌に住んでおる。お前さん確か駅のホームで会っているはずじゃが。ホームで？まさかあの時の。ケンジは心臓がちょっと悪くての今日札幌の病院で手術するはずだったんだが、それが嫌で病院を逃げ出してしまったんだよ。それじゃあん時本当に。これまでにもそういうことが何回かあった。
その度にわしのところへ来てたもんでな。だけどあんなに元気じゃない。普段はな。だが発作を繰り返すうちに少しずつ。わしからも言い聞かせているんじゃが。無駄だね。俺絶対手術なんか受けないからね。だと、まあ、あの調子じゃ。ところでどうする。あ、見れば賢治もお前さんを気に入っているようじゃ。よければしばらくここにいてやってくれんか。冗談じゃないよ。俺こんなところにいる暇ないんだよ。とにかく帰る。今から山を降りると夜になるぞ。構わんもんか。じゃあ。じゃ雄大なもんじゃろう。ここから見る大雪は。ドーム君とか言ったの。聞けばその年でプロ野球の選手とか。ずいぶん焦ってるように見えるが、そんな時はこの大自然の中に身を任せてみるのも悪くはないと思うんじゃが。やっぱ俺しばらくここにいるよ。おお、そうかね。きっとケンジも喜ぶ。ははは。けど俺手術が怖いんじゃないぜ。手術しちゃうと当分野球できなくなるのが嫌なんだ。へえ、お前野球やってんの。これでもチームのエースピッチャーなんだぜ。誰かさんと違ってノックアウトされたことないもんに。なに、プロはそんだけ厳しいんだよ。負け犬の遠吠えだろうが。この野郎、言ってくれるじゃんか。病気とかしたことあるか。え、俺自慢じゃないけど生まれた時から風邪一つひいたことないぜ。ちゅ、いいよな、バカは気楽で。ああ、ケンジは無事だ。分かっておる。わしからもう一度よく言って聞かせるから。そんなに心配せんでもいい。せめて夏休みいっぱいここに置いてやろうと思ってな。おじいちゃん、そんなこと言って、もし発作が起きたらどうするんですか。今度倒れるようなことがあったら。ケンジは、ケンジは。分かっているが、今病院に連れ戻したところで同じことを繰り返すだけじゃ。とにかくケンジがその気になってくれることには。のってのはな、こう使うんだよ。腰だよ、腰。じっちゃんがいつも言ってるけど、何をするんでも腰が一番大事なんだ。野球もそうだって言ってたぜ。俺じっちゃんに野球を教わるたびにそう言われた。じっちゃんに野球をね。来いよ、いいもの見せてやる。ここだよ。普段は物置になってんだけどさ、ほら、じっちゃんが使ってた野球の道具がいっぱいあるだろ。きっと昔プロ野球の選手だったんだぜ。すっげえだろ。蜃気楼？蜃気楼って、あの景色が逆さに見えたりするあの蜃気楼？こんな山の中で見えんの？ああ、俺とじっちゃんだけが知ってる秘密の場所へ行けばね。ああ、富山湾なんかでよく見られるようなやつか。珍しく知ってるじゃん。俺わりかし不思議現象っていうの好きなんだよね。まあ普通の蜃気楼とはちょっと違うんだが。そうそう、行ってみるのはいいが気をつけなさい。あそこは熊が出るぞ。嘘だ。本当だよ。じっちゃん熊にやられそうになったことだってあるんだぞ。本当？ああ、だが蜃気楼のおかげで助かったんじゃよ。ま、行けばわかるじゃろう。
幸い今日は蜃気楼日和、きっと現れるはずじゃ。なんだよ、もうへたばったのか、だらしねえの。うるせえ。もうすぐだぜ、秘密の場所は。なあドーム、新しい魔球考えてんだ。当たり前だぜ、魔球製造人とは俺のこと。と行きたいとこなんだけど、そう簡単にできないんだよな、漫画じゃあるまいし。なあ俺もさ、もし魔球が投げられたらさ、巨人軍入れてくれるかな。なに、お前俺と張り合ってのか。そうだよ、文句ある。世の中そんなに甘くないんだよ。野球センスは発揮しって俺の方があるもんね。だ、俺もいつか絶対巨人に入ってバリバリ活躍してやるもんね。いつかきっと病気さえ治ったらさ。ケンジ、この谷だよ。ここですげえ蜃気楼が見えるんだぜ。本当かよ。うわーち、俺だ。この辺の温泉はクマも入りに来るんだぜ。クマも？そんなにビクビクすんなって、めったに出てきやしないよ。すっか。ところで蜃気楼はどうしたんだい。ちっとも現れないじゃないか。いや、今日はきっと見える、絶対だ。えそっか、グルマティっていうのか、この犬。クロウさんが聞いたら怒るだろうな。札幌のお家には中畑って名前の犬もいるんだぜ。そいつはいいや。